今日はですね、ちょっと収録という形ですけれども、はい、今週はとにかく、まあ、清宮君含めて入団会見もありましたし、はい、まあ、情報としては盛りだくさんやね。そうです、銭の話もね。今日暑いわ。今日それこそ1時間半で足りるか、はい、1時間半で足りさせてくださいね。足りなくても強制的に終わりますんでね、はい、ということでじゃあファイターズの1週間を振り返っていきたいと思います。はい、お願いしますよ。まず、20日の日曜日、今年のタイトルホルダーなどが表彰される NPB アワードが行われました。はい、で第1部ではファームの表彰が行われまして、ファイターズからはイースタンの最優秀防御率の吉田、イースタンの首位打者高浜、イースタンの最多ホームラン森山と、はい、で森山はスポニチ選定の新人賞も獲得で、選考による優秀選手賞を獲得した横尾と4人がファイターズから表彰を受けました。で4人とも今後1軍で活躍をという意気込みを語っております。はい、で2部では1軍の表彰で、こちらにはパリーグ最多盗塁とベスト9に輝いた西川が参加して表彰を受けました。で去年はたくさんのファイターズの選手がいましたが、今年は1人のみで、西川少し寂しそうでしたけれども、まあ、得票が3位だったので1位に、取れるように頑張りたいですと意気込みを語りました。で、MVP はパリーグのホークスサファテ、この表彰式だけのために急遽来日しました。でセリーグはカープマルト、最優秀新人はパリーグはライオンズ源田、セリーグドラゴンズ京田、新人王候補だったベイスターズ浜口が新人特別賞を受賞しておりますね。はい、ということで、まあ、ファイターズの話からいくと、はい、まず、まあ、一軍の方では西川がね、最多盗塁ということで、ちょっとね、去年本当にたくさんいたんですけれども、一人のみということでね、まあ、これがチーム事情というか、5位、5位だったということになりますよね。チーム成績もそうやって現れてしまうよね。そうですね。まあ、でもさ、そこに立ち、まあ、言えばさ、ファイターズの代表選手としているわけやんか。はい。もう、その、先頭を走る、リーダー的役割を与えてもいい選手になったということだよね。そうですね、うん、チームが5位っていう中で取れたのはタイトルを取れたのは誇りに思うと、はい、で、ベスト9も3位だったので外野の中での1位に取れるようにと、はい、でオフは今までやりすぎてちょっとオーバーワークになったりもあったので、うん、やらないと不安な自分がずっといて、それがマイナスに働くこともあったと、はい、なるほど、やらない不安がありつつちゃんと休んで来年また進化したいということを言ってますけど、どうですかこれは。もう西川何年目かね、何歳になる西川は、何年目になるの、調べて調べて、調べて、何年目になりましたっけね。もう百科事典開きながらやるのがこの番組のいいとこやからな。出てこいよっていう話ですけどね、さっと ね、いやいや、そんなもうみんなの頭入れへんがな、そんな内川さんよ。あ、そうですか、ちょっと待ってくださいね。嫁派の誕生日は、ちょっと待ってくださいね。いやいやいや、あれどれだっけな、外野手登録なってる？あれなんで出てこない？まだ内野手登録。あ、出てきた。外野手やろ？ 7 年目の25歳ですね。ああ、そうか。まだまだね、ムチ打ってもええかなと思うけども、はい、やっぱ足を使う、脚力を目いっぱい使う選手なので、はい、一層のバージョンアップを図るには、一度リセットで、はい、傷んだ箇所のメンテしなきゃいけないのよ。ほう、痛くはなくても傷んでいるところってあんねん、はいはい、車の車検、僕車でよく例えるんだけど、はい、車の車検でもそうやんか、はい、専門の整備士が見たときに、はい、今これは交換しなくてもいいけども、うん、傷んでますと、はい、機能はしっかりできてるんですけども傷んでも、うん、分かりやすいけどファンベルトなんてそうやんか、はいはい、しっかり機能してるけどももうたわんできてますよとか、はい、変えた方が一層いいっていうようなパーツを、うん、変えていくやん、車検の時とか。そうですね。うん。ユーザーのニーズに応えながら、はい、確認しながら。はい。だから西川春樹も一度休んで、自分の体が今どんな形状なのかと。うん。ね。どっか傷んでるとこ、絆創膏だけ貼ってやっていたのかと。はい、でも絆創膏履いた時にでも綺麗に治っとかなきゃいけない。はい。そこからもう一度鍛え直した時に、はい。腸回復とともに、体がもっと強くなる。うん。その、高度なレベルの自分調整にいってるってこと。はあ。これね、20歳21歳そこそこの場合は、はい、そんな高座なことをやっても、はい、全然体が何のこっちゃわけわからんのよ、はい、休んだら休んだ分だけってもうぐたーっと横になったらしよんねん、はい、体のパーツが、はい、なのでもう若いうちは1年間休まんでいいんですよなんて僕時々言うけど、はい、もうレベルが高いところで自分のパフォーマンスを発揮している選手は、はい、自分の想像を超える体の消費具合っていうのがあんねん、はあはあ、うん、それをやっぱしっかりプロの自分とプロのメンテナンスの目線で整備しようと、そういう自覚が現れてきた発言やと思うよ。なるほど、うん、なのでこう不安がありながらもちゃんと体を休ませるっていうのも、うん、これもトレーニングなんですか。あのな、
休むと、休んでる間練習してる人目の前おるやん。はい、で情報も入ってくるやん、はい、すごく自分が遅れた感あんねん、はいはいはい、うん、それを言ってんねん、あ、うん、だから人が練習してたら彼は1時間練習してるのを見たら2時間やらなきゃ気が済まないような性格なんだろうね、はいはい、でも勇気を持ってこれを積極的休養って呼ぶわけ、うんうん、はい、積極的休養をしっかりと取ることによって次の吸収できる体の能力が増してるので、はい、超回復とともにバージョンアップできると。なるほど、勇気がいることやね。なるほど、まあ、そういうレベル達したということですね。そうで一方で、うん、まあ今から上げる選手たちはどん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 体を動かせということですね。吉田、高浜、はい、森山、横尾とね、うん、まあファームでは表彰されてという形で、はい、本当に一軍で活躍を望みますよね、来シーズンは。まだまだ一日中野球やって疲れ残してもいいぐらい。はい。一晩で取れるもん。はいはい。うち僕らもう何や、疲れ残、もう疲れ残ったので一晩で取れへんがな。ね。次の日も、わ、体重たいの残ってんなって何度かもうやってきてるでしょ、そろそろ。まあ、二日後に筋肉痛出るのはね、普通ですけど。もう、なんぼや、フッチー、トシ。38です。40手前やろ。はい、くんねえ、くんねえ、くんねえ。くんねえ、くんねえ、何回か。わしで言うたらもう46よ。46ですね。もう、どっぷりどころか、両足ちょっとしんどいとか入ってるわ。入ってるんですか。疲れ取れへんがな。ねえ。この間も大阪でメイクが、あーちゃーんって来るけど、ドーンって来られたら俺崩れ落ちるぐらいやんか。弱っ。小学校4年生やで。なんでそんな足腰弱いんですか。いや、もう、くらくらよ。血に足ついてないんじゃないですか。岩本家のもう追い込め以降みんな元気やから。ああそうなんですか。もうソファーの上からダイビングおんぶとか来るわけ。ダイビングおんぶ。それは確かに受け止める方にも 、うん、気合が必要ですよね。そうそう、はい、で一日遊んでたらもう疲労困憊になったりとか。なるほど、うん、はあ、そんなありながら年齢とも相談して日々改めていこうっていう話やん。そうですね。だから僕らがさ、はい、そう思って若い人の真似するとこれ悪循環やねん。うん、うん、まあ壊れちゃいますね。そう、はい、ちなみに横尾選手は東京オリンピックに出たいと言ってますよ。まあそうですよね、オリンピック世代ですよね。そうやね、はい、いやなんか発言も良くなってきたね。おー、そうですか、うん、初めもご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 、はい、知らん人見たらずっと口笛吹いてんのかなみたいな。それ言ってるガンちゃんだけですからね。口笛このくだり二人ちょっとおもろになってきて、宇宙あの3みたいな感じで書くでしょ、漫画のね。なんで口笛吹いてんの。いや吹いてませんけど。吹いてるように見えますかってちょっと寄してくんね。唇顔、あの口笛顔に寄してくんね。寄してくるんですか。それがおもろくてさ、二人のやりとりがね。そう、ね、うん、まあでもね、そんなこともやり取りにできて笑いに変えるぐらいの余裕はちょっと出てきた。その通りやね。ですか。はい、はじめもう自分は今までねエリートという言葉はそんな当てはまらないと思うけども、はい、アマチュアの彼の戦績見ても相当なもん残してきてるんでしょ、はいはい、で大学生までずっと脚光を浴びてきた選手だったと、はい、まあ言ったら大きな挫折をそんなに経験していない、はいはい、スランプなどなどはあったでしょう、はい、自分のやるべきことで、はい、でも本当のスランプと大きな挫折と言えるような、うん、もう敗戦ですよ自分が、はい、うん、ピッチャーとの戦いに、はい、もうまじまじと肌で感じて頭がコンフューズ、ちょっと混乱することもあったんやろね。はあ、うん、一時ぼーっとしとったやん。そうですか。俺ここでも言ったけど俺超偶然さ、はい、ガウラでファームの試合やってる時あって見てたら、はいはい、アウトカウント間違えてんねん。おら、うん、例えばバーってフライオラオラー取って、はい、あ、内野ゴロ飛んできてやったかな、ランナーおんのにファーストベース踏んでベンチ帰ろうとして、はあ、ワンアウトで、はあ、ファースト守ってて、はい、あれわーって球場大騒ぎよ、うん、もうそれから本人罰悪なって、うん、次の打席も三振かなんかやったと。あら、全然悪循環。あら、ほんで俺その彼の心の闇を解こうと思って偶然鎌ヶ谷に取材に行った時に、うん、横くんアウトカウント間違ったらあかんでって冗談言うて、うん、な、ワンアウト、ワンアウト満塁やったらとかなんか言うてたら、うん、初めへーって笑ってたけど、うん、どんどん冗談通じひんぐらいの顔になってきて、うん、あんまりハート強くないんかなと思ってたら、うん、周りに聞いたやっぱ田中幸雄監督に初め、はいはいはい、いや、あのハートが弱いとかじゃなくて彼はやっぱ考えすぎると。はあ、で今まであんまりこんなこと経験したことないんかなと、うん、まあプロ野球選手のあるあるやん、登竜門やんか、はいはい、って湯業さんとかと、うん、あと他のコーチとかと話してて、はい、どうやって乗り越えるんかなと思ったら自分でやっぱ乗り越えようという気持ちがあったんやろね。うん、人にいろんな質問しだした。うん、そのうちの一つも僕のとこ来たってこの番組で言うたよね、はい、うん、やっぱねそういう向上心が自分の弱いところも補いながら強くしていくね。うん、でその根っこにある強さがどん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 やっぱそれをカバーしてくれる。はい、うん、だから横尾はね今後楽しみ。うん、うん、
一層。そうですね。うん、はい。クリーンナップ打つ可能性あるね。うん、オリンピックに出るっていうのはね、それを、ね、出てほしいね。出てほしいですね。うん、はい。で、ちょっとファイターズ以外ですけれども、まあ、サファテ、先ほど、この表彰式だけのためにと、急遽来日と言いましたけれども。サファテ MVP やろ ?MVP です。せやからやろな。で、あれですよね。勝力松太郎賞を受賞してね。そう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 。ビッグタイトル取ってるから。そうなんですよ。うん、普通やったら、多分ね、タイトルとか、外国人家族を重んじて、うん、もうそうでなくても、異国のあの世界でさ、はい、異国の国で、家族をもう、その、自分の母国に置いたままプレーしてる選手多いから、うん、国に帰るわけよ。そうですね。うん。でもやっぱビッグタイトルで、彼もちゃんと日本のファンの方々に、うん、野球関係者にそれを示すべく行動を取ったんやろね。そうですね。ジェントルマンやな。ゼロ泊弾丸来日ということで、アリゾナから16時間かけてきて、滞在17時間で、で、うん、またそのまま帰っていったと。まあ、ビジネスクラスだったら、86万円、LA と、羽田。うん。自腹ね。ほんまやわ。いや、でもね、まあ、普通に考えたら自分で飛んできてるかもしれんけども、うん、なんか、その、ホークスを契約するときに、年間何往復っていう契約あるかも。ああ、そういうことですか。うんうんうん、なるほど、なるほど。例えば、ファーストクラスなのか、ビジネスクラスなのか、はいはい、うん。おそらくですけど、ビジネスクラス何往復、家族の分も踏まえて、うん、それがエージェント、代理人がしっかりそれを持ってると思う。なるほど。うん。まあ、それが使えたかどうかっていう話ですよね。わからんけども、うん。はい、ということで、サファテはやってきてと。かっこええな。はい、ファンの皆さんのためにということも言っておりました。うん、新人王がすごいね、ルーキーの内野手が2人取ったっていうね。そうなんですね。野手のダブル受賞っていうのは21年ぶりで、21年前が96年、ジャイアンツ西、ファイターズ金子も。あ、そうや、マックやわ。そういうことですね。うん、あれ、上層コンビが取ったんやね。ああ、そうですもんね。うん、はい。いい刺激与えやってて。それ以来ということで。まあ、源田はね、本当にルーキーでフルイニングっていうのは、うん、ミスター長嶋茂雄さんら4人目ということで、ショートでは、2リーグ制後初というね。うん。うん、終わりかいその後は自信なかった。自信なかった。それもなんか、先週かなんか話してません、ね。それで芸人さんに突っ込まれたっつって。かいみたいな。この、そう、それは。この、もう吉本新喜劇だったらもうみんなこけるというパターンですね。そうそうそう。本当に、うん、お決まりですね。お決まりです。多分僕じゃなかったら、ええって普通に言われてますよ。でこの間、はい、まあ、後々出てくると思うけど、はい、選手のプレミアムトークショーあったでしょ、はい、帯広行って、帯広でも担当させてもらってさ、その時でもさ、俺は突っ込むけどもさ、はい、周りがそういう文化ないから、はい、シーンとする空気がやっぱある、はい、俺の一番恐れている間、ま、死ぬかと思ったで最終的に自分で拾う、自分で言うんですよ一人ボケ一人突っ込みすんねありますね、それはね、一人説明そうやね。まあでも、ガンちゃんのすごいところは、いくらそうなっても、ボケ続けるっていうところがね。めげへんね。普通は怖くなってね、そういう風なことをしなくなるのがね。あかんねん。あかんかん、そんな。ひるんだらあかんねん。全身あるのみですよ。全身あるのみですか。そうですよ。やっぱ普通はみんな恐れおののくというか、怖がってくるんですけどね。あかんあかんあかん。もう今やなき上田俊治監督は、色紙に全身って書いてくれてはったもん。ああ、そうですか。そやで。全身あるのみやで。なるほどね。交代はないということでね。そうですよ。はい。わかりました。ああ、まあ、言うたら、前身で言うと、星野監督おられるでしょ、はい、あの人はもう戦いに行くときには絶対に下がることを許さないと。はい、武勇伝の一つで僕聞いた話やけど、はい、チームのバスあるやんか。はい、でちょっと狭いとこ、地方球場とかで曲がろうとしたときに、はいはいはい、ドライバーさんが、ちょっと切り返して下がろうとして、はい、下がるなーって言ったらしいです。嘘でしょ、それは。マジで今のは作ったんでしょ。そこに同乗していた人に聞いたんやもん。あ、そうなんですか。うん。はぁ、あ。で、その後、ガリガリっと吸ったかどうかは知らんの、ね、それは今はもろそれは知らん。それは分からんけど、下がるなーって言って。っていうのは言ったんですか。このまま行くんじゃーって。別にドライバーさんを怒ったとかじゃなくて、はい、その空間を絶対下がるなと、進めーって言ったらしい。はぁ、めっちゃかっこよない。かっこいいけど、運転手さんからしたらいい迷惑ですよね。手に汗どころの騒ぎちゃうやろ。いやいやいや、下がらせてくださいよ、ここは。うん、ちょっと擦ってしまいますけど。いけるやろいやいやいや、いけないいけないっつって。いろいろ面倒よ。物損事故になりますから、ね。うん、だからそういった全身にこだわりを持ってる方ってスポーツ界要素ね。なるほど。はい。野球と笑いを結びつけました。じゃあ続いて、はい、21日火曜日、22日水曜日、2017年の応援大使たちが、うん、各地を訪れて地元ファンなどと触れ合いました。で、21日は森町、飯山コーチと、村田。
で、共和町は近藤横尾、雨竜町は鍵谷松本、東神楽が中田白村、新徳が谷口、サラベツ大野石井優也、アビラが矢野井口、稚内市川斉藤祐樹、塩別江ノ下、清里宮西中村の10市町村を訪問と。で、22日には島牧、西川渡辺、鴨内が杉谷大島、月形大谷、恵庭が高梨、南富良野が岡太田大使、本別が有原大類、大武田中健介加藤、別海中島上沢と8市町村を訪問しました。で、うん、大谷と共に月形を訪問する予定だった新垣がウイルス性急性結膜炎のため不参加ということになりまして、落ちたらあかんもんな。そうですね。で、大谷はね、一人だったの。一人だったんですよね。まあまあ十分や。シーズンよりここで活躍する人なのに、こういうところに限ってこないっていうことをね、普通に言って、言ってましたけどね。大谷くんが大谷がね、言うたらあかん。笑いながら言ってましたけどね。うん、笑いながらでも。一番活躍するところなのにって。うん。はい。ね、波風立つで、そんなん言うたら。波風。まあ、うん、それが全部ね、生中継されてましたけどね。お前が言うなっていう話になってくるから。はあ、こういうことはね。まあ年齢で言うても大谷くんの方が若いわけでしょ。はあ、そうなった時、冗談に済んだからよかった。これ北海道の方の理解やね。まあね、うん、もう関係性とね。そう。まあ、荒垣さんのね、昨年のファンフェスの活躍があるからね。うん。はい、うん、いやいや、でもそれお前が言うことちゃうねんでって言う人は出てくるから。うん、なるほど。うん、ちょっと昭和がたきって世の中に要さんおるがな、ね。うん、でもそのチームの中でみんなが、はい、ちゃんとそれ心を分かり合ってるっていうのはすごく伝わってくるね。はい、うん、まあ大谷は北海道への感謝を述べまして、はい、またそうやって呼ばれるようなその需要のある選手になりたいと。おお、ね、せやで。海を渡っても北海道に戻ってこれるように再訪問できるように頑張ります、うん、ということでした。あと中田選手が、なんかこう体重がね、かなり減って、ちょっと来シーズンはもうちょっと体重を増やそうということを言ったというような記事になってましたね。やっぱり体重が軽いと躍動感は出るけどパワーが伝わりにくいと、体重ある方が飛ぶということで、今は1日トータル1キロの肉食べてると、うんうん、フィレ 200g 食べたらサーロイン 200g 食べて朝はチキン食べたりとか。すごいね。でもちゃんとそのバランスを整えた周りのね、はい、食材もあると思うよ。それだけじゃなくて炭水化物を全く取らないとかじゃなく、はい、ちゃんと炭水化物って栄養の運び屋さんやと僕は思ってるから、はい、体の中でね、はい、うん、そういったバランスももうここまでちゃんとできる選手だと思うから、はい、うん、90後半でシーズンインしたんですけども、シーズン終わって93キロ4キロとかで、今は100キロ大台乗ってると。100キロちょいぐらいが変ちゃうかな。はあ、うん、彼の身長でも筋肉のより105キロぐらいか。うーん、うん、まあ WBC 経てシーズンの前も本人言ってたのが、やっぱり増やして臨みたかったんだけど、結局 WBC で落ちちゃって、うんうん、でそのままシーズンインしちゃって、やっぱり、うん、思うように、まあ、体の調整っていうかね、うんうん、そういうことができずに入った今シーズンではあったようですけどもね。まあでも自分をもう一度見つめ直す時間を作っているということやね。はい、そうですね。はい、はい。で、ここからは21日の火曜日からファイターズの契約更改をスタートしたということで、その話いきましょう、はい、うん、まずは鎌ヶ谷で若手たちが契約更改を行いまして、うん、契約更改を終えた順にお伝えしますと、渡辺が60万円アップ、推定790万円。期待量。浅間が50万円ダウンの推定910万円。頑張れよと。大類は20万円ダウンの推定820万円。頑張れないかんよ。大島は現状維持の推定560万円。現状維持ちょっと寂しいやんか、ちょっと上乗せしてほしいやんか。うん、頑張れよという話。宝は60万円ダウンの推定840万円。頑張らんかい。今井が10万円アップの480万円。期待量。堀井が50万円アップ推定800万円。ああ、期待量。森山は現状維持の推定840万円。まあ、もともと高いし、即戦力の期待があったからね。なるほど。うん。岸里が30万円アップの推定530万円。もっと上がるよ。姫野が現状維持推定470万円。はい、もっと上がるよ、頑張ったら。平沼が20万円アップ推定540万円。はい、期待量。で、郡が10万円アップ推定490万円。期待量。高山は現状維持推定520万円。ガンガン上がりだよ。立田現状維持の推定500万円。カモン。高浜20万円アップの推定510万円。初ヒットのお祝儀やな。森本が30万円アップの推定540万円。同じく。石川亮が現状維持の推定650万円。もう体強くなったか。はい。もう一回言うとった。28日火曜日から札幌の球団事務所で契約更改が行われるということでね。そう。これ今ちょこちょこ僕声挟ん
だけど、はい、まあ、森山みたいにね、はい、即戦力、まあ、即戦力というか一軍でねそこそこの活躍を見込まれていた、はい、大学卒や社会人卒の選手ってもともとも800万900万持って入ってきてるわけ、はいはい、ね、そこでそのヒット1本ホームラン1本でも活躍できる何か姿を見せてくれてるとちょっとこう期待量でバーンって弾んでくれんねん、はい、じゃなくプロの世界はこんなに厳しいんですよっていうので推定、現状維持とか、はい、ちょっとダウンさすのは厳しさを伝えるべく選手に伝えてるからね。こうやって見たらその森山はねイースタンでホームラン王ですけど現状維持、高浜はイースタンで首位打者ですけど20万円アップだけと、一軍で初ヒット打ってるでしょ、一軍では打ってますね、うん、ほんで、はい、ベースも低いでしょ、510万円ですね、そうそうそう、はい、だからまあそういう意味でイースタンで活躍してもやっぱりなかなか数字にはねそういうふうに上がらないっていうことですよね。一軍で活躍しないと給料上げてもらえませんよということですね、うん、堀が50万円アップの800万円っていうのはもうこれも期待量ですね、これもじゃあ、うん、まだまだ最後見たし、ほんで、うん、ナショナルチームにも入って、はい、まあそれは給料には換算されないけども、うん、来季に向けてもう弾みをつけるご祝儀やね、なるほどね、うん、はい、ということでというような計算でいいと思う僕は、はい、うん、ということで、まあ、火曜日からはどん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 一軍の選手がね、うん、あとさ、はい、高卒数年目でもさ、はい、500万600万円年俸にすると月 4,50 万入ってくるわけやんか、はいはい、まあ、源泉引かれたうんぬんかんのそれでもさ、うん、大卒の初任給からするとすごくない、まあそうですよね、フッチ大卒初任給いくらか覚えてる、え、覚えてる、うん、覚えてるって、あの振り込みやで、はい、いくらでしたっけね、え、かも初任給初給料とかでなんか誰かに、いやいや、両親になんかね、うん、送ったりとかそういうのはしましたけど、うんうん、はい、そんな手取りで20万も30万もあった、え、どうでしたっけ、どうだった、おい、金銭感覚なしよ、いや、なしよ、なしよっていうことではないですけど、うんうん、難しい、でもこれが世の中かってちょっと厳しいような感覚も得たりとか記憶ない、まあね、でもそうですね、ほんまに覚えてないねんいや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 、はい、っていうかね、まあいや、だからそれはお金を稼ぐっていうことの嬉しさをまずは感じたっていうのが、もしかして貯金いっぱいあったからそんなん全然いやいやいや違う違う違う、そんなことはないです、全くそんなことはないですけど、あ、なんか自分で初めてこの給料振り込まれて、あ、社会人になったっていう気持ちが、いくらか覚えてるでしょ、いくらかを覚えておりません、おい、はい、俺1月25日に振り込まれて、はい、年俸480万円でスタートしたんですよ、18歳の若造が、はあ、ね、はい、ほなまあ単純に40万円やん月、はい、そこから源泉引かれる、はい、うーん、40万、4万引かれて、でそこから寮費とか何やか引かれて、はい、で共済金とかもかけたから28万か9万ぐらい振り込まれたの覚えてる、うん、高卒でやで、はいはい、いきなり手取り27、8万ってどんだけもらうん、はいはい、とみんな思うはず、はい、でも定年もなければ、うん、その先の約束がないのがプロ野球の選手、なるほど、はい、なのでプロ野球選手はようさん金持てと思ってるかもしれない、はい、だ数千万円バーってもらうまで行って 7,8 年でクビになる選手もおるやん、はい、でもロングライフで60歳65歳まで働き切った方の総収入に比べるとガクッと落ちることもあるんだから、うんうん、なので本当にプロ野球選手が儲かっているハブ、もう羽振りがいいっていう言葉使わせてもらうわ、はい、そこまで行くのはほんの一握り、うん、その夢を求めてみんな頑張ってんね、なるほど、せやねん、はい、ということでじゃあ次はその夢を抱いて入団する選手たちにスポット当てたいと思います、うん、行こうか、コマーシャルです。さあでは続いていきましょう、23日の木曜日、上沢の背番号が63から15に変更されることが発表されました、はいはい、シーズン中タイガースに移籍したメンドーサの背番号を引き継ぐ形となった上沢は、はい、背番号が変わって来シーズンにかける思いもありますし自分の中でいいきっかけになると思います、大好きなメンドーサの後に15番をつけられることも嬉しいですというふうに言ってますね、15番ですね、ね、上沢がね、もうローテーションピッチャーで頑張れよという期待が込められてるね、はい、うん、まあ、63番もね上沢イコール63っていうイメージがもうだいぶ出てきたけどね、はい、定着してますけど、まあ背番号の話で言うと清宮君も踏まえてね、はい、ピッチャー番号とか野手番号とかやっぱそれなりの固定観念があるやんか、はい、うん、でも背中の変更っていうのはまず背中の変更や背中の数字を決められるということで自分がプロ野球選手としてのイメージはすごく作れるし、はい、でそのイメージを余計に膨らますことができるのも変更やねんな、はい、うん、
ルーキーたちはそれを背中にまとってどんな選手になるかというのをどんどん自分で自分の野球図を作っていくわけ、はい、これ噂の場合は今シーズン規定投球回数こそいかなかったけども、はい、ローテーションの柱の一本になるべく姿を見せてくれたやんか、はい、でそこでもう期待を込めて、まあ、給料もこの後に契約するんかな、うん、まだかな、うん、でそのもう現れですよ、はい、なるほどね、うん、噂だから、まあ、噂に関してはもう本当にこれエース格っていう、そう期待ですよね。あと自覚を持ってくださいよっていうこと。なるほどね、うん、ほんで面倒さが体がでかい人がつけてた番号やから、うん、はい、噂はもう背丈あるやんか、はいはい、違和感なく似合うと思う。ほう、背番号の変更あった時に、お似合うねって言われた時は活躍する可能性高いよ。ああ、そうなんですか。周りがそういう目で見るから、はい、言霊のようにどん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 そっちに行くわけよ。へえ、うん、なるほど。じゃあその中でちょっと背番号の話ね、清宮の背番号も含めてちょっとお願いします、はい、24日の金曜日、2017年の新入団発表が行われまして、ファイターズの入団発表ですけれども、14年から北海道らしい場所で行われていて、14年が時計台、15年が北海道庁赤レンガ庁舎、去年が中島公園にある豊平館、3カ所とも国の重要文化財に指定されている歴史のある場所でしたけれども、今年は大倉山ジャンプ競技場で開催と。72年の東京オリンピック札幌大会の舞台となった場所で、ドラフト指名を受けた選手たちが初めてユニフォーム姿を披露しました。天気がいい日なら札幌市内が見渡せる場所だったんですけれども、この日は雪で視界がよくありませんでした。で、背番号はドラフト1位の清宮が21、ドラフト2位の西村35、ドラフト3位田中瑛斗46、ドラフト4位の難波が55、ドラフト5位の北浦63、ドラフト6位の鈴木50、ドラフト7位宮台が52と。初めてプロのユニフォームに袖を通しましたが、清宮は落ち着いた様子で、他の選手緊張していた様子でした。で、各選手プロとしての第一歩を踏み出しまして、で、昨日は札幌ドームなどの施設見学を行って、今日はファンフェスでファンの前に初めて姿を現すということになりますけれども、はい、その清宮21、フッチ、はい、ちょっと待って、はい、ドラフト4位の選手の名前もペン言うて。難波くんじゃなかったでしたっけ。難波くん、どっち。な、え、難波、難波。あー、そう、これな、はいはい、どうやろ。でも難波雄平、難波雄平、難波雄平、いや難波雄平、標準はどっちだ、平、難波雄平、難波雄平、大阪でさ、土地で難波っていう土地ある、はい、難波、それ難波っていう、難波ですね、難波。でも人の名前やったら難波って言ってたかな、この難波くんが難波って言われたのか、難波って言われ、でもね、岡山、どっち発音する、岡山だから、うん、ナンバ、え、ナンバ、ナンバ、ナンバですね。ナーに、ナーにアクセントくるってことですよね。ナンバ、ナンバ、ナンバくん。これは本人に聞くまでな。ナンバくん、ほらほら、ナンバくん、ナンバくん、ナンバくんじゃないですか。ナンバ雄平くんじゃないですか。ああ、なるほど。ナンバ先輩、うん、ほら、ナンバ先輩、ナンバ先輩、ナンバ、うん、先輩ついたらナンバ先輩。だ、岩本くんやろ。はい、岩本くんって言えへんやん。ああ、私もでもあれですよ、僕も関西では淵上くんですからね。え、淵上、淵上くん、はい、淵上くんちゃうの。淵上くんじゃないです、淵上って言われます。へえ、実家帰ったら周りの人、淵上さん、淵上さんって言います。あ、そう、はい、俺大阪からで、淵上くんやで。淵上くんって、まあ淵上くんもあるんですけど、うん、どっちかってよそよそしい人が淵上くんで、うん、結構なんかもう関西で、まあ、家、ご近所の人とか、淵上さんとかっていう感じですね。うん、清宮くんやろ、清宮くんじゃない。いやいや、違う、それは違いますね。清宮くん。清宮くんですね。清宮くんやろ、うん、ほんなら、西村くんとかもね、西村くんってこっちで僕言うのを聞いて、最初すっごい違和感あったんですけど、西村くん。西村くんですよね、関西だったらね。そう、西村くん、西村くんでずーっと言ったのに、北海道来て、西村くん、西村くんって言うから、すんごいなんか、え、西村くんは西村くんでいいのかい。森田健作さんっておるやんか。はい、森田さんって標準語やん。はい、僕ら森田さんやったからね。え、森田さん、森田さん、森田さんやん。あ、いや、じゃあ、それさんつく感じなんですか。え、森田言うとったよ、みんな。あ、森田、え、俺森田って標準語の感覚やってん、はいはい、森田、あのスクールウォーズキャプテンで森田やってん、はあ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 、今のナンバっていうので、はい、あれ、フッチーこれ関西弁、え、何が関西弁って頭の中くしゃくしゃなの。あれ、ナンバ、大阪のナンバはナンバですよね。ナンバじゃないですもんね。ナンバ行くわ。ナンバグランド花月ですよね。そう、ナンバーグランドカ月。ナンバーグランドカ月じゃないです。で、東京の人がナンバっていうとこ行ったんだけどって言われた時に、ナンバってなりますよね。もう無理、ええ、
そうですよね。なりますよね。難波。姫路ですよね。姫路じゃないですよね。姫路。でも NHK さんとかはね、姫路って言うんですよね。ニュース出た時にね。大体。それでなんか、結構こう。城のと、城はなんていう、うん、姫路城やろ？姫路城なんですけど。姫路城？どっち？何？姫路城？何これ？何これ？ああていうかこれ全然どうでもいい話なんだけど。これ難波で、これ本人に聞かなあかんな。難波くんか、難波くんか。北海道でもありますよね。富良野と富良野とかね。ほんま両方言うやん。釧路とか。釧路は言わないか。釧路やな。富良野が一番そうですよね。富良野と富良野か富良野。両方言うわ。だからまあ本州の人は富良野って言ったりしますよね。ああ、聞くね。富良野やろ。でも、ね、北海道言うと富良野です。富良野。向こうだと富良野とか言いますよね。言いません？なんか変ですか？札幌。いや、おかしい。札幌は札幌。札幌やな。はい。へえ、これちょっと、まあ。イントネーションですね、それはね。HBC ラジオの課題で、難波くんね、それちょっと聞きに行こう。難波くんじゃなくて。難波くん。ちょっと、ここは統一しましょう。じゃあ、難波くん。難波くん。金子くんと一緒。わかりました、わかりました。じゃあ、難波くんでね、うん。はい、言いたいと思いますが。まあ、背番号。背番号の話ですよ。でも、清宮さ、はい、清宮くんな。はい。清宮くんな。清宮、もう、ややこしいからやめて。いや、もう。ここでさ、はい、背番号どうやるで、俺55番押したやん。はい。まあこれは、世界で活躍してる、もう、何、松井秀喜のようにって俺は願い込めて言って、俺の主観で言ったんだけど、はい、なんかこう、誰々二世っていうのがあんまり、はい、好まないんですっていうようなこと言ってて、はい、で21番やと。はい。で、ピッチャーナンバーの20番、21番を受けて野手ナンバーにするっていうようなこと言ってたやん。はい。でもなんかアメリカですごい活躍した21番の方の例出した時に、はい、やっぱり前例あるんかいと俺突っ込んでもうて。あ、なるほどね。うん、うん。クレメンテさん。そう、クレメンテさん。サミー・ソーサもそうですよね、21番ですよ。うんうんうん、はい。まあまあ、21番でね、うん、いるわけですよ。でも、12球団みんながピッチャーつけてた番号を、はい、まあそうやってワールドワイドに活躍してほしい、その彼につけたっていうのもファイターズの特徴やね。そうですね。うん。でも、面白い。その、1番、11番、41番っていうね、下一桁が1っていうのがね、うん、ファイターズ、北海道に来てからは特に。そうやね。はい。ああ、もう31の村田怒ってまうで。31、いいじゃないですか。うん、小屋の姉ちゃんつけて頑張っとったよ。そうですよね。うん、はい。あれ、岡もつけてましたっけ？岡つけてた。岡31やったっけ？でしたよね。18の前が31ですよね。村田何番やったん？村田も。間違った。あれ？いや、合ってるんじゃないですか？あ、そうか、変わったから村田についたんや。そういうことですよね。岡から村田、ああ、そうそう。ですよね。うん、はい。背番号はいろいろと変遷するのでね。そうやね。はい。という、そうですね。村田徹は31ですもんね。うん、はい。メッセージいただいてまして、旭川のピンクミントさん。ガンチャイフッチー、毎度様です。毎度。このユニフォームを着るために生まれてきたんだなと、栗山監督。光栄に思いますと、清宮君、うん。なんだか涙が出てきちゃったと。ああ、よかったねと。これからのシーズン楽しみが増えました。栗山監督は厳しく指導するだろうなというふうにいただきましたね。さきさんは、ガンちゃんフッチーマイダフタヌー大人の事情で今日は収録、ガンちゃん今頃何してるかしらと喋ってますよ。あードームでファンフェスでね、放送できますわ。で金曜日に新入団選手の入団会見行われましたねと、大倉山ですけれども雪とルーキーのみんなにはこれが北海道の冬だとな雰囲気を感じてもらえたことでしょう。彼らも必ず通るべき道、ガンちゃんというゲート、ガンちゃんいじりがいのある選手もいるのでぜひぜひそのあたりをグイッと掘り下げてください。期待してます。私はぜひドラフト2位の西村投手に迫っていただきたいと思います、うん、和歌山商業ですかね。西村くんな。はい、西村くんね、うん、西村くん、ね、西村くん早速出てきましたけどもね、うん、西村くん、はい、ウェルカムパリーグやね。あ、そうですか。表情がパリーグだった。実はファイターズナイトで電話で繋ぎまして、うん、私と小杉さんでインタビューしたんですけどね、うん、すごいね、ハキハキとして、関西のノリのいい。あ、そう。はい。レスポンスもいい感じで。ええ感じやんか。あ、これは、ガンちゃんが喜びますよっていうことは本人に伝えましたね。なるほど。うん。はい。うん。なので。じゃ厳しいとこか。どうぞ、でもね、こう、今回は、まあ、ビッグネームの清宮くんおるけど、はい、他の選手たちもさ、はい、ウェルカムバリーグですよ。みんな戦闘態勢入ったらええ表情しとる、みんな。ほう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 。ぐりぐり眼差しの男前望んでませんよ。ほう。キリッとした、まあ、はい、テルマエロマエで言うと、はい、どっちか言ったらジャパニーズ担当の人のような顔で。ジャパニーズ、安倍さん、安倍博士と反対の方の日本の役者たちがさ、はいはいはい、日本の銭湯の良さを広めてくれてる人たちやん。なるほど、なるほど。うん、はいはいはい、まあ、その人たちのような、ええ、もういいえ、もう銭湯体制、もう銭湯だけにね、銭湯だけに何を言ってるんでしょうか。ええ顔してんねん。
こうやってね、間があると、私が突っ込まないと、もう怖くなって不安になって、自分で全部拾って、パガオ。よしと思った。まあ、俺は清宮君も言うたら、パガオ入っとるで。まあ、後で放送終わった時に謝ってくださいね。うん、先週のプロ野球ニュースのようにね、うん、はい、ちゃんと謝るし、はい、もう今日もこの放送が始まる前には、はい、ルーキーたちに伝え済みかも。あ、伝え済みですか。ちょっとラジオとかでいじってるわ、ごめんやでと。あ、なるほど、もうすでにね、うんうん、でも悪いないから、はい、もうみんな気分悪せんといてや、みんなが人気者になるために OB のおっちゃんも頑張ってねんでと。はそういうことはもうお伝え済みだろうね、この時間は。あ、もうこの時間はね。そやで。はい、なるほどね。うん、はい。今ちょっとフライングで言ってますけど。もうこの年になったら、もう親子ほど年離れてるやん、どう考えても。はい、はい。俺が入団するときは親父40歳だったからね、40、41ぐらいか。はい。うん。もうそう思ったら、うん、かわいいねん。おうおうおう。みんな選手たちが。あ、なるほどね。初々しい表情で、はい、まだユニフォーム着させられてるやんか。はい、はい、はい。な、あれ何回か洗濯したら、あの、縮むんじゃなくて締まんねん。ほうん。ボディにパチってこうフィットするようになんねん。ほう。そこで本当にプロ野球選手になったこう姿が見えてくんのよ。なるほどね。な、はい。でそうやってね、もう、まあ、新しいユニフォームに袖を通し、うん、でロングコートにね体をこう包んで、うん、あ、ベンチコートね、うん、はいはい、ベンチコート、うん、で帽子なんかもまだちょっとサイズがぴったり合うてないやんか、うん、ふかふかしてるような、はい、でそれで島根写真撮る で雪の下でガタガタ震えながらガツモツしてるわけよ。これが北海道の厳しさですよと。まあ氷点下 2.2 度でしたっけね、2時の気温が、はい、せやでユニフォームそうやって着てる選手たちもおれば、栗山監督もスーツ着てたやんか、はい、監督も寒いやで。そうですね、うん、はい、その寒い中でみんなが雪の中で入団会見するの北海道しかないんやから。そうですよね、うん、そして雪が舞ってね。そやね、白星が舞ってるという降ってきたという大阪人は突っ込んだね、はい、雪溶けてしまいますやんみたいな。そんなこと言うたらあかん。積み重ねてちゃんとガーッと積もるのが白星、雪ですよ。そうですよ、うん、あの都合のいいとこだけ見てくださいね。そんな下のね汚いところね、シャーベット状のとことか見なくていいですからね。大阪の人はそういうところまで見てね、うん、よくそういうとこ突っ込みますけど、白星溶けてブラックアイスバーンやーみたいな。栗山監督とか上から降ってくる綺麗なとこだけ普通は見ますからね。はい、うん、それ大阪関西の悪いとこですよそれ。本当に。はい。まあでもそのロマンチックな風景とともに入団発表ができた彼らが幸せやね、はい、そうですね。僕らは決まってホテルの大部屋の金屏風の前やったから、はい、ああ、なるほど、なるほど、うん、ほんで監督やオーナーの前で手を出して、はい、レッツゴーそういう写真やん。ああ、なるほど。レッツゴー写真やん。なるほど、なるほど、うん。手を合わせてね。はい、はい。ちゃうもん。はい。雪ばっかやで、大倉山ばっかやで、ジャンプ台が。そうですよね。どこまでも飛んでいけと、飛躍しろということですから。ホップ、ステップ、ジャンプする、そこにヒントがあって、ガッツポーズやん。はい。手ガタガタ触れとるわけよ、寒いから。そして清宮くんは世界へ羽ばたく選手って言っちゃったからね。すごいね、言っちゃったね。入団会見でね、もう、時代は変わったな。これ、あのね、収録なのでまだわかんないですけど、今日のね、今朝ですか、日曜日、うん、サンデーモーニング、ハリさんはどう思うんでしょうかね、これはね。ほんまやな、まだ一スイングもしてないのに何が世界やっていう声も出るさ、はい、それがプロ野球だし、はいはい、うん、でそういう言葉をどんどん変えていく、はい、大谷翔平がいい例やんか、はいはい、二刀流うんぬんかんぬ、どれだけ各解説者が言いたい放題言うて、はい、2年3年したら今年どれぐらいの二刀流の成績残すかに変わってきたやん。そうですね。しまいにもう去年の暮れからアメリカでそれをこなせるチームがあるのかと、はい、完全に二刀流の選手認めたわけでしょ。はい、そうならないと。そうですね、清宮君、はい、あの日本を代表するバッターになりたいと。なってくれよ。ファイターズは夢を大切にしてくれる球団で、この地で頑張って、うん、世界に羽ばたく選手になれるように頑張りたいという、非常に大人やな。大人、もう18歳でこのコメントを言えるっていうのは素晴らしいんですけども、すごい、もう世界羽ばたいちゃった。18歳インタビュー好きがあったらかかってこいよしか言ってない。尖りまくっとったね。はあ、これ言うとさ、はい、昔フジテレビで、はい、あのまだまだこう CS じゃなくて地上波でプロ野球ニュースやってる時に、はい、須田樹里さんっていて、須田樹里のファーム情報ってやってたの、はい、で僕らルーキーたちはそれにピックアップされることをすごくこう心待ちにしてテープにするから、はいはいはい、でそうしながら日々こう頑張ってたの、はい、である時そのフジテレビのプロ野球ニュース、須田樹里ファーム情報のオファーが来たの。俺何そんな注目していただいてんのと思いながら、はい、で一生懸命頑張ってた、はい、汗かいてるシーン撮る、はい、で玉川で座りでインタビュー撮る、はい、須田樹里さんがインタビューしてくれる、はい、ディレクターがインタビューしてくれる中で、はい、俺相当生意気やったやろな、自分が頑張って何やかんやで、もう親は苦労してプロ野球選手してくれたんで、楽にするように、一球一球魂込めて投げますわみたいなこと言ったみたい。ほうほうほう。次の日もっぺん来てインタビューしに、ちょっと流すのに、
角がありすぎる。俺もズバリ言われたよ。癖がすごいんじゃん。ちょっと編集にも困ったんやと思う。はあ。もう言ったらもうそんな生意気な喋り方やったよ。なるほど。本当、うん、千鳥のノブさんがいたらそう出てましたね。でそういうディレクターの人がプロやんか。はい、ほんでもうちょっと柔らかい目でって言ったんで使ったことない標準語で喋ったよ。だその映像がどっかにあれば、はい、岩本18歳で、はい、まあ19歳になってるか、はい、夏だから、はい、うん、標準語でインタビュー受けてんねん。標準語は話せたんですか？頑張ってな。頑張って。だから言いたいこと言えてないから、はい、その後放送された後、大阪の友達から総攻撃やで。合宿所に電話かけてきたもん。はいはい、あ、山本、お前なんじゃあのインタビューって。お前何かぶれとんねん、ガチャンっていう友達もおったね。関西の人はね、そうなりますよ。何この東京かぶれって言うね。そう。なりますよ。東京に魂打ったんかってね。それ。なんか言うんですよね、これね。全員に言われた。関西弁がね、薄まるとね。うん、数人電話で、ほんで、年末集まってんやん。はい、お前ちょっと来いって言うて。なんじゃあれお前インタビューよそいきなりやがって言うて、はい、もうそんな話で盛り上がって覚えてるもん。ああ、なるほどね。それが清宮くんは、はい、初めちょっと緊張してた。ちょっとね、そうですよね。早稲田実業学校であれほんま公式名は何なの？でもそうなんじゃないですか。それが合ってんの？早稲田実業まあ高校ですけども、あのアナウンスというかね、紹介も早稲田実業学校って言ってましたよね。あ、そうなんや。はい、言ってた。あ、だからそういうことなのかなと思いましたけど。俺緊張でちょっとなんか高等学校の高等が抜けたんかなと思ったけど。ああ、どうなんですかね。早稲田実業高等学校。あ、言わないか。でも、あの、紹介のとこも、早稲田実業学校って、清宮幸太郎って言ってましたね。ああ、よかった、疑問が取れた。で、まあ、ご本人もせって言ってましたから、ね、それが正式名称なのかなと、僕は勝手に解釈してましたけど。インタビュー、パーフェクトやん。はい。にひひって笑う顔もチャーミングやん。そうですね。まつげ俺の3倍ぐらい。まつげ長いんですよね、そうなんですよね。チャーミングやん。そうです。で、それがバッターボックス入って眼力聞かせた時、男前と思うで。そうですね。誠実、天真爛漫、知的。今までに存在しない新たなプロ野球選手を創造したという大淵スカウト部長ね。背中チャック開けて、おやさん出てくるんだよ。おやさん熱ーとか言って。おやさんね。うん、ラグビーの世界で頑張られて。ね、もう、うん、はい。うん、清宮さんね、はい。素晴らしい人望者だと聞いてますけども。そうです。あの、写真をパシャパシャ撮ってというのは、タクタさんがね、詳細にリポートをしてましたけど、今日の時に。ああ、やっぱそういう、ね、スポーツにも厳しく、はい、で、こう人間形成にも厳しいと言われてるその方が、はい、やっぱそこはお父さんやったよね。そうなった。ということですね。ね、はい、楽しみです。みんなに期待します。はい、コマーシャルの後は皆さんからのメッセージご紹介します。さあちゃんさん、先日の帯広でのトークライブお疲れ様でしたということですね。はい、目の当たりにしたガンちゃんと選手たちはとても素敵でした、うん、私は思わずガンちゃんに握手してくださいと言ってしまいました。しかしガンちゃんはそれは選手に言ってあげてとやんわり断り、はい、その後軽く手に触れてくれました。あの時は大変失礼しました。しかしガンちゃんの真摯な姿に感激しました。いやいやいや、選手が主役だからということなんですよね。短い会話でしたが1時間かけて行った甲斐がありました。そんなガンちゃんがますます好きになりました。これからもガンちゃんについていきますと。あの日本ハムプレミアムトークショーで、はい、で、あの MC あのアナウンサーの方、はい、そこの STV の方おられたんだけど、はい、で僕はゲスト MC で呼んでいただいて、はい、でもう主役は絶対選手なの、はい、で写真撮影とかもある中 で、で僕も横で待ってる時に、はい、まあ、ガンちゃん写真撮ってよとかちょっと握手してよって言ってくれるんだけど、はい、それ一人 OK すると、うん、お、あ、山本リアン触った子かって思ってくれる人もいる、はい、サインもらっとったろうかと思ってくれる人もいる、はい、ちょっとそこで天安になると、なるほど、主役の選手たちがちょっと薄れてしまうのを俺一番懸念したわけ、うん、はいはいはい、なのでごめんなさい、今日はあの人たちを僕は引き立てるために来た使命がありますと、はい、なのであの選手たちにもうそういう声をかけてあげてください、うん、で僕はまた球場で声をかけていただいた時に対応させていただきますってことを言葉短く言わせてもらったの、うん、なのであの誤解されて気分悪くないようにこれだけお願いしたい。なるほどね。ちなみに帯広はどなたが来てたんですか？太田大志と岡博美や。あー、盛り上がったんかな。あ、そうですか。盛り上がった、盛り上げた、盛り上げたんかな。太田大志のシャンプーリンス何使ってるかもみんな喋ってくれたで。シャンプーリンスコンディショナーじゃないの？サラサラもう。あ、なるほど、サラサラやですね。岡博美はポカーンと口開いてる。いやいやいや、あれなんでやいう話もえらい盛り上がったんやね。なんでやはないと思いますけども、ね、あった訳があったんだ。あ、訳あったんですか？あったあった。もうみんなもうそれ聞いて、あーっとうなずきながらでも、はい、僕がモノマネした瞬間ドーン
って感じだった。なるほどね、盛り上がったということですね。ということで、まあ、皆さんの協力ですごい盛り上がりました、はい。ポスティングシステムについていきたいと思いますね。今年の10月いっぱいでこれまでのポスティングシステムが失効しまして、新たなポスティングシステムについて日米間で協議が続いてきましたが、 NPB は22日の水曜日、このオフに限り旧制度のまま運用し、大谷選手については特例を設けることで合意したと発表しております。旧制度のままなので、所属球団は上限$20,000,000、およそ22億5000万円の譲渡金を設定し、これを支払う意思のある全ての球団が選手との交渉を行える形にしました。ただポスティングシステムの申請はアメリカで12月1日、日本時間12月2日に開かれるMLB のオーナー会議で正式に承認された後となりますので、早くても日本時間で12月2日ということになります。とても多くのメジャー球団が大谷選手に興味を、示していて、現時点でアメリカのフリーエージェント市場が動いていないなど影響がありますので、アメリカ側から大谷選手を獲得できなかった球団が他の補強を早くできるようにと交渉を短くしたいという要望があって、大谷選手との交渉が21日間に設定されました。うわ、9日間交渉期間が短くなった代わりに、ポスティングシステムが申請される前に希望する球団は文書によるプレゼンテーションができることになっています。まあ、入団交渉はできませんけれども、申請前に、まあ、うちはこんなことを考えてますというアピールができる、文書でアピールができる形になります。でこれにより大谷選手はアメリカ時間の12月22日、日本時間で12月23日までに移籍先が決まる形となりました。で同じくポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すライオンズ牧田投手に特例は設けられず、12月2日以降に申請をして、申請後から30日間の交渉となります。あ、たっぷり時間取れるということね。ですね、だから大谷だけ特例で大谷ルールという形になりましたね。まあ、両方がね、アメリカメジャーリーグと日本の NPB がお互いが納得すれば済む話なのよ。はいはいはい、選手の譲渡についてね。そうですね、だってフリーエージェントの権利で、渡っていく選手じゃなく、ポスティングという特別なルールで言ってるわけだから、はいはい、特別なルールをお互いが納得すればそれでいいわけですよ。はいはい、そうなんですね。はい、まあ、大谷が早く決まってしまわないと他動けないということもありまして、金額が大きいだけにね、金額も大きいし、予算があるし、だからその後にダルビッシュがね、FA でどっか行くとかね、そういうのも、そう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 、大谷が決まった後に、動くという形になりますね。はい。まあ、それだけもう本当に注目される選手になってしまったということです。世界の野球事情を動かしとるね。そうですね。で、まあ、来年以降のポスティングシステムは、球団に入る譲渡金は、年俸、契約金、出来高などの総額から決められたパーセンテージ分となるということで、こちらメジャー契約、マイナー契約によってパーセンテージが違うなど、様々なパターンがあるので、来年ポスティングシステムを利用したいという選手が出た時に、まあ、ちょっと説明はしたいと思うんですけれども、まあ、今の形ですと、とにかく所属球団にその上限2000万ドルが入るという形で、はい、来年からはそうじゃなくなると、それより上がることもあれば下がることもあると。あれ、マイナー契約しかできないっていう話あったやんか、若いから。はい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 、大谷翔平、あれは年齢ですよね。年齢で25歳ですよね。それは使われるの？使われますね。ということは大谷は年俸についての大きな契約はまず思っては組めないということでしょ。まあそういうことになりますよね。ねえ、それはチームに移ってから活躍次第でどんどん跳ね上がっていくって話でしょ。まあ2年目以降とか、そういう25歳以上かとかなるはずですね。まあ年齢に関してのその25歳から23歳に引き下げられたとかっていうのは、大リーグの選手会が、まあいわゆる 組合ですよね。そうやね。としてアメリカ以外の外国からあまりそういう大きい選手を高額で取ってくると自分らの給料にも影響があるということ、ね、そういうことですよね。労使交渉やね。はい、なので、このポスティングの場合は日米の、まあ、球団の側、フロントの側っていうね、はいはいはい、チームの側ですけども、そうですね、年齢のところはそこに、まあ、大リーグの選手会の方の意向が入ってということで、労働組合ですよ、そういうことですね。なのでいろいろとこう細かくはなるんですけども、外国の選手欲しいのは分かるけども、今既存の選手たちをしっかり見てくれよっていう、守ってくれよっていう、我々を守れよと大リーグ側からすると、ね、当然の主張やね、はい、ということのようですけれどもね。まあ過去にあったんやろな、ね、野茂英雄さんにいくら、まあ、その後にはイチローがおったりとか、まあ、松坂ダルビッシュとかね、すごかった、あの二人は。そうですよ、100億超えやろ。そうですね、まあ、その選手たちで
既存の選手たちが給料でちょっと圧迫されるようなことを経験したやろうね。ということもありまして、はい、まあ、大谷はこういう形で落ち着いて、あとはどこへ行くのかと。どのユニフォームやろ。ね、ということですね。俺はもう DH あるとこ行ってほしいねんな。あ、DH あるところに。うん、うん、アメリカンリーグ。はあ、僕の勝手な大谷翔平のイメージだけども、はあ、もう DH で。はい。だから投げる方も両方刺すんだったら DH で出しといて抑えだって。ああ、それ言ってましたね。うん。先発じゃないんですね。うん、先発すると前後休まなあかんよ。うん、うんうん。毎日、毎試合出られへんよ。うん。毎試合出て彼が抑えだったらいけるかも。この今の年齢やったら。おー、うん、抑えもでも結構さ大変じゃないですか、連投続いたりする。だその連投続いた時にはピッ、本当にその抑えのピッチャーとして彼を整備すればいいんだ、ピッチングコーチが。うん、打つ方はもうずっとぐるぐる回してていいと思う。はい、俺はそれ可能やと思ってんねん。先発ピッチャーで前後開くからさ、うん、あねえ、まあどうなんでしょうかね。そしてね、中4日になりますからね、向こうだとね、先発、ね、先発やったらね、そのためにまあ、うん、先発ピッチャーをもう一人増やしてね、うん、中5日6日って例えばするとなると、うん、やっぱりメジャーはね、中4日で回ってるから高額でっていうのもあるわけですよ。そうそうそう、先発ピッチャーの数がね、それだけ枚数少ない、200イニングとかね、はい、うん、枚数少なくして回してたりするので、それが人数増えるってことは給料が減るってことになりますから。だから5回6回でクオリティスタートって言葉があって、はい、リリーバーたちがボン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 こう毎日のマウンド上がり、うん、1日1イニングはい、っていうようなね、うん、2日にいっぺん1イニングでもええやんか、それでもフル回転やんか。そうですね、先発ピッチャーが4日にいっぺん 6イニングぐらい投げたら規定投球回数いくとか、うん、そのバランスがあるんですよ。あのダルビッシュ投手が確かね、あのツイッターなりなんなりでこうちょっとその辺中4日ってどうなんだろうって、中5日とかっていうのはっていう話をして、まあ物理醸したまではいかないんでしょうけど、やっぱりいろんなメジャー事情っていうのが絡んできて、うん、日本のようにはいかないっていう話をなんか確かしてましたよね。イニングを1イニング多く投げるとか条件が変わってくるけどね。うん、先発ピッチャーもう一人増やすとかになってきたりするとね、スーパー分業制やね。まあ、ね、あちらもね、そうですよね。だから大谷が入ることでまたこの二刀流でメジャーのそのシステムもちょっと変わってしまうと。世界の野球 あのスタイルを変える可能性あるわけでしょ。ということですね。はい、という大谷選手は一体どうよ。ヤンキース行ってさ、うん、ジャッジとこう、うん、ジャッジってすごいルーキー出てきたよ、新人を取った。ああ、ほうほうほう。あれ、背番号99番だっけ、はい、ホームラン50本以上打った。はあ、あ、ルーキー。はいはい。あるとこ、打順を、うん。背丈で言うと、大谷より大きいからね、ジャッジっていう選手も。うん。その左右でさ、はい、ヤンキースが行くんちゃうかなとか思ってんね。まあ、一番出せるお金が多いのはヤンキースでしたっけね。うんうん、もっとあ。ではなかったのか。ヤンキースではなかったんですよね。あ、でも、用意できてる、お金を、そうそう、多く出せる枠の上位には入ってますよね、うん、ヤンキースがね。あとからでもなんぼでもできるやんか、そこは。洋、うん、さん持ってんねん、スタインブレナー氏からつながってやで。まあまあ、その後はそうですけどね、一応取り決め上で出せる額っていうのは ね決まっていたりするので。俺でもな、スタインブレナー氏と握手してんねんな。え、今は多分息子さんが引き継いでると思うんだけど、その前のほう造船会社からオーナー、ほんで球団経営専念になったスタインブレナー氏、はい、あの1991年93年ニューヨークヤンキースの、はい、マイナーリーグに僕野球留学2回行ってる時に、はい、やっぱあの秋のインストラクショナルリーグ、教育リーグは、はい、あのすごくあの今後活躍の見込みのある人を集めたチームをそれぞれのチームが作って、はい、リーグ選手にするんだよ。ほうほう。だから言うたらマリアノ・リベラ、はい、うん、ほんで、打つ方で言うとポサダとかさ、はいはい、ジーターとか、はい、ピッチャーエンディ・ペティットとか、数もう主力、うん、みんなそう通るもん。俺一緒にロッカーで過ごしてんねん、はい、ほうほう。でそこにやっぱ気になるから見に来んねん、ほう。ホンダスラックス小林明みたいな感じ小林明の背高い版みたいな感じ。あら、そうなんですか。雰囲気で言うと小林明さん小林明さんね、うん、はあ、小林明さんみたいな感じ。はい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 。燃えるーみたいな感じあーどうかなーみたいな感じで球場入ってきて。トラクターですか。うん、あら綺麗なこう佇まいな、あれスタインブレナーだよっつって。あ、で一緒に行ってくれてた人握手して、うん、でそれ式振るっててガチガチなってたのがトレイヒルマンや。ああ、そうなんですか。スタインブレナー来てる。だからね、力むんだな。はい。俺そこで投げて、俺スタインブレナーの前で投げてんねん。へぇー。ブルージェイズ戦で。はぁ、あ。うん。1イニング。はぁ、あ。三者三振取ってんねん。おぉ、そうですか。ええねん。ほら。全く心に響かんかった。だって182センチのピッチャーは、はい、向こう行くと、
ミディアムより小さいかも、サイズ。ああ、そういう体で言うと。はいはい。こっちで言う武田久志版ぐらい。そんなにですか？かも。へえ。でも、三者三振切って取ったのに。うん。いや、それはね、うん、俺、緩いカーブ投げてん。うん。ほんで、手部の柔軟性とか、うん、関節の柔らかさってやっぱアジア人がすごく柔らかいと言われてて、号泣ピッチャーじゃない、うん、若いのにそういう変化球を駆使するピッチャーが少ないから、うん。うん。まあ、相手バッターたちがびっくりしたのね。面食らったんですか？うん。100キロぐらいのカーブで整えて、最後高めのまっすぐ、ビャーンって投げて空振りすんねん。うん。うん。三者三振よ。おう。よっしゃーと思ったけど、スケールないねみたいな感じ。いやそんなことは思ってない。スケール小さいねあれ。そんなことはないですよね。よー日焼けしとるけどあのアジア人は。いやもういいねでもかっこよかったね。まあでもそうやって会って握手できたっていうのがすごいです。そういう場に、ね、そういう場にいるっていうのがすごいですよね。もうすごい誇り。あのあれなんかマッカーサーみたいな黒縁のあじゃあ黒のサングラス。マッカーサーはい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 ブロンドで、ああいう、さーっとこう、七三みたいな。ああ。雰囲気を似てるよ。結構、出現中か、暴言も、ブレナース。もう、超番長やったから。番長でしたよね。うん。オーナー連中の番長やったから、はいはい、ああ、俺より金出せるやつかかってこいと。それぐらいの感じやってん。ああ、なんかちょっとトランプさんと、なんか、イメージが。ああ、それ間違いじゃないと思う。リンクするっていうのは、うん、じゃあ、そういうことですか。うん、そう。ほんで、俺、古いヤンキースタジアム行ってるからね。おマウンドにも立った。ほう。まあ、ちょっと改修工事中でオフシーズンやから、ね、でも入れてもらって。はい、はい、はい。うん、すごい感動したのと、こと覚えてる。へぇー。うん。ね、やっぱりいろんなワールドワイドな思い出を。せやで。ね、引き出しもお持ちで、さすがですね。せやで。世界一面白いプロ野球の番組ですからね、せやねんで。うん。大谷君、ヤンキース行ってや。ほんで俺もっと喋れるから。ヤンキースネタね。他のとこ行かれたらちょっと困りますね。ちょっとね、なんか、また、ヨウさん調べなかった。でも最終的には、ヤンキースの話をしたら、世界の話してるって話になるでしょ。せやな。そういう話、ね。偏っとるな、偏ってますね。うん、じゃあ、続いて、各球団戦力外となった選手の獲得などを発表してますけれども、イーグルスがライオンズを戦力外となった渡辺直人の獲得を21日に発表しました。8年ぶりのイーグルス復帰となります。で、渡辺直人がイーグルスからベイスターズにトレード移籍した時にイーグルスに松井和夫が入団、岩村と入団しました。で、今回イーグルスを戦力外となった松井和夫をライオンズが獲得して、ライオンズを戦力外となった渡辺直人をイーグルスが獲得ということで。面白いなぁ。なんかね、渡辺直人、松井和夫っていうのはこの二人、うん、なんか縁があるようなね、そんな感じですね。同じユニフォームを着ることなくとしても、はい。なんかそうやって内野手事情と指導者、監督の好みに応えるべく、はい。お互いが違った色の野球スタイルを持った選手なんやろね。そうですね。で、最終的にはその古巣に戻ったっていうことですよね。そうん。両選手ともに。うん。辻監督は和夫をもう一遍ライオンズのユニフォームを着させて、うん、いろんな選手に影響を与えたかった。うん。で、イーグルスは渡辺直人。まあ、梨田監督がすごく起用したい選手の一人やったよね。そうですね。イーグルス時代、うん、選手会長を。人望もすごいあって聞いてね。はい、うん。だって彼に席となった時、ね、周りの選手が涙してるとこを見たもん。そうですよね。はい。うん、ということで、戻ってきて、ファンの皆さんも、両チームのファンの皆さんも喜んでるでしょうね。うん、面白いね。はい。それもこれもパリーグやね。パリーグですね、うんうんうん。はい。ということで、ここまで、まあ、ポスティングシステムなどの情報をお伝えいたしました。うん、はい。デニー・ジョップさん。はい。ガンちゃんやゴンちゃん。フッチ、毎度です。毎度。録音放送と聞き、少し早めにメールしました。ありがとうございます。先週の北海道は各地で雪と寒波がものすごかったようですね、と想像がつきません、と、愛媛からいただいてますね、はい。先週の日曜日は、愛媛の石槌山系でも雪が降ったんですと、うんうん、寒空の下、ガンちゃんがゴンちゃんと呼ばれている頃、僕はリレーマラソンを走ってました。お、4人から10人でチームを作り、1周 1.5 キロのコースを28周、制限4時間で 42.195 キロを走ろうというもので、うん、僕は一応フルマラソン4時間30分のタイムでは走りますが、すごい1500メートルを全速力で走る練習なんてしたことないし、これはきつかったですと。4周しただけですが、マイペースの20キロよりしんどかったです。チームは3時間18分でゴールできました。
ガンちゃん、野球選手の走り込みって短距離を何十本とやるんですよねと、比べるのもおこがましいですが、プロの体力ってすごいなと改めて感じた日曜日でしたということで、うんうん、まあ走っている実際真剣にしっかり走っている方でも結構こう疲れるというね、うん、そんな話ですよね。この短いダッシュを何本もこなすにはいろんな練習の目的があって、はい、例えば50本50メートルダッシュを50本、はい、でもタイム測ってもらって1本目と50本目のタイムの差がそんなに出ないように、はい、結局はその先にはパフォーマンスを示し続ける持久力も必要やね。はいはいはい、うん、ただ1回から9回までまあ体力の変化によって球種も変えていくんだけども、はい、そのばらつきが少なくする、はい、強いピッチャーは強いままフィニッシュいけるような練習で、はい、同じことを反復する練習を行われん。バッターもそう、夏の暑い時に6連戦続く、はい、毎日のように5打席立つそのバッターが、はい、その6連戦の1試合目の5打、1打席目と6連戦の6試合目の5打席目でパフォーマンス変わってたらやっぱ監督の計算もずれるわけやん。それが休みながらでもその場に立てばハイパフォーマンスが常に表現できる練習を想定しながらする走り込みもあれば、じゃなくそれをやりきってしまうんだという精神修行もそこにあれば、はい、いろんな捉え方があるね。あれ今年かな、なんか吉井さんに聞いた時、あ、そういうことなんだって思ったのがあって、なんか短距離何メートルダッシュを何本でインターバル開けてっていうのは、あのピッチャーが投げる時の心拍数と同じだと、だから投げてるのと同じようなその心拍数にして、要はまあ投げる体力も含めてそれを想定してその時間を開けてインターバル開けてっていうふうに考えてる。心拍数トレーニングね。そういうことなんですか。例えば20メートルダッシュ、はあ、バーッと20メートルダッシュ1球と同じぐらい心拍数使うときあるんだよ、はあ、ここ一番の1球、はい、うん、20メートルってそんなの10本もいかんやんっていう話やん、はいはい、ね、でも1球投げるときの心拍数ってすごい上がるわけよ、はいはい、ピッチャーとして、うん、でそれをじゃあ1イニングで15球としたら、はい、15本、まあ、10メートルダッシュでもいいやん、はい、ブワーッと全力10メートル、はい、10メートル15メートルで15球として15本する、はい、でまた10分15分休む、はい、それを9イニングやるとかね。で、ボール投げるのが、例えばもうブルペンで100球投げましたと。はい、だ今日はもう投げる練習終わりました。昼から何の体力トレーニングしようかと。よし、仮想ダブルヘッダーだと。ほう、今度は足使おうと。ほう、ね、で、そのパフォーマンスを向上させる、持続させる練習やろうぜっていうのに、今、吉井コーチが言った練習もある。へぇ、あるよ。そうなんですね。ただ走ってね、うん、なんか筋トレの一環かと思ったら持久力つけるとかね。勝手に後からつくねん。筋力と持久力は。でも何を求めてるかって言うのは心拍数で。マウンド上でここ一番、はい。体力的にも精神的にも追い込まれてる時には脈拍バー上がるやん。はい、それをふーっと落ち着かせる能力を勝手につけさすトレーニング。で、そうなった時には平常心がやってきてバッターを冷静に見れる。はい、だからブルペンでも僕らやったのは、はい、投げてるでしょ、はい、30球投げるやんか。はい、で、30球投げた時にもうずーっと投げ続けると、それが持久走になって疲れもしなくなってくるんだよ。はい、で、ほんだら、パッと表出て、ブルペンの外出て、ダッシュすんねん。はい、シャトルラン、ブワーって。はあ、で、心拍数160以上上げんねん。はい、ほんで、はぁはぁ言うて、もう膝に手つきながら、もう、はぁ、はぁって言いながらブルペン帰ってきて、はい、ちょっと落ち着いた時に、すぐピッチング始めんねん。ほう、で試合の中でね、はい、ここ一番、うん、うわーって、もうノーアウト満塁になって、一点も許されない、さあ、ここって心拍数めちゃめちゃ上がるやん。はい、物理的にランニングをして肺活を上げて脈拍を上げて、そこで自分の狙ったコントロールとパフォーマンスが出るかという試験的なトレーニング練習もあるんだよ。これは投球練習プラストレーニング。はい、なるほどね、うんうん、いろいろあるんだよ。追い詰められたその心拍数の状況、追い詰められることは普段ないですからね、うんうん、心拍数をわざとちゃんとそういう同じような状況に設定してと、うんうん、そう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 。なるほど。でも試合の時のあの緊張の方が数倍すごいね。いやー、そうなんですね。うん、手に汗どころじゃなくて、うん、体がピタッと冷たくなる時あるの。でも汗かいてんねん。はい。油汗っていうのかな。ね、うん、そういう現状もある。俺30過ぎて足震えたこともあるからね。あ、そうなんですか。あるあるある。幾度もやってくる。あ、そうですか。で、そこで落ち着かせるためには、トントンとジャンプして自分の体重を地面しっかり感じるとか、はい、で深呼吸するとか、うん、もう俺あんだけ練習したんやから大丈夫って言い聞かせる自分がいたりとか、はい、いろんな手段があんねん、はあ、その手段という引き出しをたくさん用意するためにいろんな練習法をこなすわけよ、はあ、うん、
あのスライド登板して翌日めった打ちになった時も、あでも勉強になったもう雨で中止、はい、で次の日まで24時間何も用意してないから俺とりあえずさ、はい、部屋でゴロゴロしてて、はい、でゴロゴロしてて次の日、おーよし休養十分やって球場行ったら、はい、熱出てレコンダー系みたいな体、はい、もう重力全然感じない、ふわふわして、はいはい、そのまま試合高め高めになってね、最後ヒルマン監督、外国人監督に俺どやされて怒られたんやな、怒られたんですね何やっとったんやーみたいな怒られた、それがね、そのゲームは北海道2分の一勝、一勝目の第1球目は高めに抜けたと思うね、スライド登板を経験してというね、はい、ふわふわだったというね、北海道日本ハムファイターズの1勝目の第1球目は高めに抜けたと思う、そうなんですよ、全てはそこから始まって1000勝を今シーズン達成したというね、ぶっ飛ばされるでほんまに続いて、白石のみやび&アータンさん、はい、岩本さん、内上さん、マイダフタヌンです、はい、とうとうファンフェスティバルですねと、私は残念ながら現地に行くことはできませんが、うん、テレビの生放送で楽しみたいと思いますと、あ、はいはい、さて先日岩本さんの SNS の書き込みで野球ゲームの大会の解説しますとあったので拝見しました、私自身も岩本さんが解説していた野球ゲームを楽しむことがあるので期待して見ていたんですが、うん、とても楽しかったです、そこで質問です、初めてのゲーム解説だったので大変だったと思いますが、ゲームの解説を終えた感想はどうでしたかと、普段プライベートで野球ゲームを始めとしたゲームを楽しむことはありますかと、うん、ゲームを楽しまれているのであればいつか対戦をお願いしたいですということで、これはどういうことですかね、今さすがに僕野球ゲームとかゲームはやらないな、うん、うん、野球ゲームの大会の解説をしたんですか、野球ゲーム大会、そう、勝ち進んでいって、うん、決勝とかあるわけよ、うんうんうん、だからそれを見ながら第1球投げました、あ今のインサイドにちょっとプレッシャー与えましたねって普通に解説すんねん、はあ、ほうほうほう。今まで。パワープロとかそういうこと、それそれ、まさにそれ。ああ、そうなんですか。うん、実況パワフルプロ野球。野球。はいはいはい。あそこに名前出ることを目標にする野球選手もいるんですよ。ね、はいはいはい。実名をね。そうですよね。うん。で、今までさ、その、野球ゲームをして、新しく出てた野球ゲームをして、はい、ああ、これリアルですね、という仕事はあってん。はい。でも実際全国大会やってる、うん、その模様を、うん、野球のプレーを解説、はい、ダイビングキャッチもありゃさ、はい、エラーもあんねんね、はいはいはい、ほんで挟まれてランダムプレーとかもみんなあんねん、はいはい、それを解説すんねん、おほんでさ、ゲーマーのさ、うん、能力ってすごく頭の中でカーッと回転も早いから、はい、試合進むの早いん、はい、で普段の解説みたいに流暢に座ってたら全部置いていかれる、ほう、初め解説できんかって、へえ、途中から目も慣れんねん、うんうん、ほんなら駆け引きでバンバンインコースアウトコース分けて、はい、普通にフォアボールとかも選ぶねんで、野球ゲームでバーって見送んねんで、バット止めて、うん、すごいなと思ってて、はほんでもういろんな特設ルールもある、うん、その中で俺解説やらせてもらっててさ、もうさ試合になっててん、うん、ゲームじゃない、うん、もう途中から普通に本当に野球場で解説してるでん、岩本が、へうん、でここは一本つないでランナー進塁させたらおもろいなとかなってくんねん、うん、ほんである人が3点か4点ビハインドをさよなら逆転したのよ、うん、会場めっちゃ盛り上がって、うん、200人ぐらいおったんかな、会場うわーって盛り上がって、もう甲子園の歓喜みたいなもんですよ、へうわーっと盛り上がって、ほんでそのゲームやってたプレイヤーもよっしゃーって喜んでガッツポーズ、うんうん、ほんでヤクルト戦見てるときつば九郎と、もうつば九郎も来てくれてたから、ほうほうほう、抱きついてうわっしゃーってもう涙ゴーゴー流して、うん、パーッてお客さん見たらみんな泣いてんねん、普通に野球の解説した、それは なんでその泣くほどそんな、なる、逆転サヨナラ勝ち、ほんまにこう追い込んで2円2から見せ玉あって我慢して、ほんで甘く入ってきたのセカンドの頭とかやるんやで、ほんでこれはオリンピック種目になるかもっていう話もあるぐらい、みんなのその情熱と何時の完成度、その組織だった、すごい、へえ、すごいですね、それをね、まあ、面白いのは分かりますけど、うん、ただ面白いだけの解説じゃなくて、俺普通に野球の解説してんやん、へえ、で終わってからもその感想も野球の感想を言ったの、ほんならみんな共感してくれて、うん、楽しい楽しいってこういうメールを僕ツイッターにも予算もらった、へえ、うん、ゲームというか、まあまあもう本当にゲームですよね、うん、そう、はい、ゲームの全国大会試合、うん、
うん。はい。いろいろやってますね。勉強になったね。そっち。そうですね。はい、うん。続いては、釧路のくるりんぱさん。はい。プロ野球 OB のガンちゃんに質問があります、はい、ワインドアップとセットポジションの違いです、うん、例えば主人公が剛速球タイプの野球漫画ではランナーがいるのにワインドアップだとという表現があります。あるね。その影響でワインドアップはコントロールよりも球速重視、セットポジションは球速を抑えてコントロール重視という印象があります。しかし最近はダルビッシュや大谷のようなランナーがいなくても常時セットポジションで剛速球を投げるピッチャーもいますよね、はい、大谷がワインドアップで投げた場合もっと速くなるんでしょうか。ワインドアップとセットポジションの投球は投手によってすごく変わったり逆にあまり変わらなかったりするんでしょうか。基本はね、うん、ノーワインあのワインドアップノーワインドアップの方が動きが大きいでしょ、うん、でセットポジションは動き少ないでしょ、はい、で今のピッチャーは変化球たくさん投げるやん。ほうほうほう。ツーシームで、うん、もうシュートもあったワンシームあったりフォークチェンジアップスプリットで全部分けて投げれるから、はいはい、フォーム変える必要ないねん。ほー。昔はまっすぐカーブスライダーぐらい。はい。ええとこフォークでしょ。うん。で、ノーワインドアップ、ワインドアップで手上げたりすると、昔ガルウィング投法おったんや、一人。ああ、いましたね。あえてやることで、うん、バッターが物理的に目の前の人が動いてると、うん、タイミングどっから取ったらいいかわからないという、錯乱してるわけ。うん、なるほど、なるほど。うん。じゃなく、セットポジションでも、うん、動きの少ないセットポジションでバッターがタイミング取りやすくても、うん、ボールが手から離れてからの駆け引きができるようになってるのが今の野球。はあ、うん。だからそんなにワインドアップとかにもう執着しなくなった。なるほど。そう。すごいプロ野球解説者。せやで。野球スタイルの変更やで。はい、ということで、うん、来週はいつも通り生放送でお送りいたします。はい、この後 HBC ラジオはサンデーホリデーをお送りいたします。岩本勤と淵上裕之でした。それでは皆さん、ほなまた来週。ぽんちゃんです。